いいとこ取り始まるよ。イエーイ。これからも助け合いながら那須野ヶ原を守っていくから応援よろしく。みんな俺たちはこれからもずっと友達だよ。信じて立ち向かう、立ち向かう悪い奴らに。大麻軍のカプサイシンカプト、はい、で、戦闘員のピリカラ、ピリカラ、サラマンダ、サラマンダ、うん、あの殺傷石の盲目の蛇の石があるんですよ、殺傷石、それをモチーフにした怪人です。一番テレビ慣れしてるヒーローです。本当だよな。これが違うよ。スターは私は日本語わかりません。ゲーム。ゲームですよ。ゲーム。クロムという。クロムさん。よろしくお願いします。鬼が怒ると書いてキド。ナスライガーのライバル。栃木県の鳥をモチーフにしたヒーロー。諦めたらの矢を放つヒーローがいると聞いて調べていたんだ。それが鉛の助だ。え、ああ、いえいえ、我は訳も分からずナスライガー先輩の言うことを聞いただけですから。この鉛の助の力は黒曜機攻略の糸口になるかもしれないな。クルリンクルリンクルリンパ、ナスライガーおまけにクルリンパ、みんな無事みたいね。よかったわ。タタギマンとサラマンダも戻ってきてくれたから、みんなでこの会場の美味しいものでも食べに行こう。タタギマンが美味しいところを紹介してくれるはずだ。美味しいもののことならさ、僕に任せてよ。そいつは楽しみだな。ナスライガー、力が戻ったらまた勝負だ。望むところだ。そうだ、応援してくれたみんなにご挨拶をしなきゃ。黒曜機に闇落ちさせられてしまったが、俺はナスライガーの味方だ。これからもよろしく頼む。蛇が苦手な駆け出しのヒーローだけど、大田原の平和のために毎日頑張ってます。またこっちに来た時は応援よろしくお願いします。クロムが闇落ちした時はどうなることかと思ったけど、鉛之助のおかげで助かったよ。でも
僕は大きなカエルのヒーローじゃないからね。みんな間違わないでね。みんなの応援のおかげでクロムは元に戻ったし、北陽旗を撃退できた。本当にありがとう。これからも助け合いながら夏の野原を守っていくから、応援よろしく。みんなの俺たちはこれからもずっと友達だ。Go, go, 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 go,